シティオブゴッドは2002年に制作されたブラジルの映画である。フェルナンド・メーレレス監督がパウロ・リンスの同名小説を脚色して映画化した。2002年カンヌ国際映画祭特別招待作品。2004年アカデミー賞において監督賞など4部門にノミネート。その他多数の映画祭で数々の賞にノミネート受賞。 1960年代から1980年代にかけてのリオデジャネイロ、中でも貧困にあえぐファベーラと呼ばれるスラム地域を舞台にした強盗、麻薬ディーラーなどをして金を稼ぐモレーキたちの構想が実話を元にして描かれている。現代のシダージデデウスとは映画の舞台であり現存するファベーラの地名である。監督は実際に 現地のスラム街で素人を募集して、オーディション、演技訓練を施し、一部の役柄を除き主要キャスト、含めてすべて素人によるアドリブ主体の演技を撮影した。ちなみに、素人俳優たちの演技訓練を一通り終えた後に、本作の予行演習のような意味合いで撮られた短編映画、ゴールデンゲートは、ベルリン国際映画祭、最優秀短編作品賞など、 多数の賞を受賞している。派生作品として、テレビドラマ版、シティ・オブ・ゴッドも制作放送され、本作に出演したキャストも、幾人か出演している。また、テレビドラマ版の完結話である、同タイトルの映画が2008年8月より、日本で公開された。役名の表記は、ブラジル・ポルトガル語優先とし、続いて、英語で記す。ありがとうございます。